はいそれでは、ですねこれから腰痛予防についてのですね運動ストレッチをお話をしていきたいと思っております。後半からはです、ね、こちらあの作業療法士の伊藤直子さんがですね一緒に参加をしていただいてやっていきますのでよろししくお願いいますはい、それではですねまずはどんな形で腰痛予防をしていくかという話をこれから進めていきたいと思います。 姿勢の悪さだったりだとかあと筋力だったりだとかですねあと柔らかさこういった話をお話しさせていただきましたけれどもそういったところがですね入る形の内容という形になっていきますのでよろしくお願いしますではまずは姿勢の修正の話からちょっとしていきたいと思いますねではちょっとモデルの方に真ん中に来ていただいてよろしいですかね。 でえっ、ー、とまあ、どちらでもいいです。じゃあこちら向きましょうかね。真ん中この辺でよろしいですかね。で今彼女はまっすぐま立ってる状態になっています。まあ、今ですねこの姿勢の状態というのは別に悪い姿勢ではありません。まあちょうどいい姿勢なんですけどもね。でも姿勢が悪くなるとねちょっと注意しますね。この状態がちょっとこう背中が曲がってますよみたいな。 まあ正面向いてたとしてもですね少し背中が丸まっている状態っていうふうに考えていただければなと思います。でこののままま放っておくのはまずいわけなんですねなのでここからどうやってやっていこうかっていう形になるんですけどもまず続いていかないといけない要するに皆さんがですね無理に何か続けられないようということでちょっとこれからご紹介をしたいんですけどもまずこの姿勢ちょっと良い姿勢を作ってもらっていいですかねで少し楽めの良い姿勢ですかね。でこの姿勢ででまっすすぐ じゃあですね今まっすぐなんですけれども少しつま先の方に体重乗っけてもらっていいですかそうですね今わずかですけども先ほど私の手のあたりに背中がありましたそこから少し前に出ていますでは少し今度後ろに行ってもらいますかかかとに体重乗っけますでそうすると先ほどこの辺にね体ありましたけどまた後ろに行きますよね、えー、と前後の部分はこれぐらいですじゃあ元に戻してかかととつま先に体重乗っけてみてくださいはい OK ですね そうすると初めの状態のあのほぼほぼ戻ってきてる。こんな状態ですね。で、今つま先に体重を乗っけた時には体が少し前に行きましたよ。でかかとの時は少し後ろに行きました。よってこんな状態があったはずです。なので、つま先の方に行ってしまうと前傾姿勢でかかとの方に行ってしまうとちょった。後、反ったような姿勢のイメージになっちゃうんですけどもそこからですね。元に戻す時というのはかかとと。つま先に体重がちょうど半分乗っかってるようなイメージですかね。 ですから重心という言い方をするんですけれどもそれは大体土踏まずのど真ん中に落ちているようなイメージですかねですからまあ彼女の足のところでいうとつま先とかかとの真ん中ここにですね体重がちょうど真ん中に乗ってますよとこんなイメージになりますかねそうすると無理なくまっすぐの姿勢というんですかね絵が作れるという状態ですですですので実は姿勢の状態というのは皆さんさまざまです いわゆる骨格のです、ね、状態筋肉のつき方皆さん全然違うのである意味で,です、ね、ちゃんとした姿勢という意味ではです、ね、例えばその肩口がどうかとか。 あと、ね、あの腰のところがどうかとかいろいろあるんですけれどもそれをしてしまうと、えー、実際ですね今みたいなこ修正をする時にかなり無理なあの修正をです、ね、しなければいけない方も出てきてしまうので今の体重の乗り方つま先の方でもないしかかたの方でもないしまっすぐ乗ってますよという状態を意識していただくとその方自身の骨格の特性に合わせてまっすぐ立ちますということが自然にできるんですね。 まですから皆さん個性の状態の中でですね。その方、自身に合わせたまっすなんですよ。っていうことが続けることができます。まですので、今みたいにですね。今ちょうど彼女頑張ってもらってますけども、ちょうど真ん中に落とし込む時の感覚とすると、まえ初めてやる方なんかはですね。ちょっと分かりにくいので、少しだけつま先に乗せます。っていうことで少し前に行きます。そうですね。このちょっぴりです。ちょっとだけかかとの方に乗せましょう。 でかかとに乗ってますねじゃあかかととつま先ちょうどいいぐらいにしてもらっていいですかね半分半分。っていうふうにすると真ん中に戻ってくるので初めてやる方は足の裏のですね体重の乗り方に意識をしてもらってちょうどつま先側とかかと側と半分乗るような形でちょっと足の裏に集中してもらって姿勢を調整するというふうにしてもらうといいかなというところですかね。 まあこれがまず1つ目の無理ののなないい修正の仕方という形になりますかねですので、えー、おそらくあの例えば背中をね少し反らさなきゃいけないとか胸を張らなきゃいけないとかっていう形であのどっかを無理に修正をするんではなくて全身をうまく調整をしながらやっていく形の姿勢の修正のやり方になりますのでおそらく無理なくできると思いますので是非やってみていただきたいと思います。 でえー、とこのどこでやるかなんですけどちょっと私のやり方なんですけどね例えば、屋外を歩いて,てあて赤信号で止まっているとき、ね、横断歩道なんかで,で止まっているときに横断歩道があるとしてですね目の前があのまだ赤信号ですよというときなんかにです、ね、よくやってたりするんですよ。 で今、あの彼女にやってもらったやり方をです、ね、今、つま先とか肩かとの両方、均等に乗せてる形で立ってるんですけども例えば、屋外にいて信号待ちしてても周りに人がいても姿勢のトレーニングしてると誰も思わないですよね。ですのでそういった意味では、ですね無理なくできます、目立たずにできます、そういった意味ではですねどこでもできますしあとはよくご紹介するのはです、ね、あのバス停で椅、ね、子がないところで立って待ってましょうとか。 ああとはあの公共交通機関の中で地下鉄とかねそういうとこなんかでちょっと椅子に座らないで少し頑張ってみようかななんて時にはそういう時なんかにも使ってもらって大丈夫ですのでぜひともですねそういうところでうまく姿勢の矯正というんですかねそういうところをですねちょこちょこっとやっていただくというところで頑張ってみてくださいでは次2つ目ですね今度は深呼吸なんかを使って少し姿勢の,あの修正をしてみたいというところですねじゃあどんなふうにするかっていうことなんですがちょっと一回座ってもらっていいですかね、うん で今ちょっと正面から見るとおそらく背中の状態がよくわかんないので横向いちゃいましょう。じゃあこちら向いてもらって横向きましょうかね。ちょっと椅子横にしますね。こんな状態ですかね。もうちょっと巻いて取れます？はい。であの深呼吸するときは二つあります。あの大きい深呼吸か小さい深呼吸かなんですけども、え今回使うのは小さい方です。小さい方です。 要はですね手が下になった状態で後ろに引いて吸って吐いてというやつですねこれで姿勢の修正をちょっとしてみようかということなんですけれどもどんなふうにするかということなんですが通常ですね小さい深呼吸をしましょうっていうとちょっと普通にやってみてはい戻しますね。ということで今ちょっとこうねあのやってもらいましたけれども首が動いて背中が伸びあ背中反ってっていう形ですかねこんな形でやってたと思うんですけれどもこれをちょっと一工夫します。 手は後ろに行くんですけども、あの特にですね。頭の位置、これが少し変わっていきます。後ろに行くんじゃなくて、背伸びをする感覚ですね。ちょっとあの深呼吸しなくていいので、この状態で背伸びしてもらっていいです。そうですね。で、じゃあ背伸びから力抜いて。で、さっきの頭の動きからすると少し背伸びしましょう。っていう時の少し動き方が少し変わったと思います。 要は背中を反るんじゃなくて上に伸ばしますよっていうような意識で深呼吸をするということですかね。ちょっとやってみてもらっていい。背伸びをしながら、そう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 。で手を戻していきます。じゃあもう一度背伸びをぐっとしながらはい戻していきます。こんな形ですね。ですので深呼吸ってどうしても背中を反って横っこらしょーってこう減らす上向いちゃったりとかねそんな形でやること多いと思うんですけどもこの形ではなくて要は背伸びしてくださいっていうところでやっていただく。じゃあやってみて。 はい戻ししまますねじゃも,う一個もうちょっと背伸び意識してあまり顎上げない、はい、じゃあ戻しまししまょょううこんなな形でしょうかねなので首の動きがあんまり頻繁に後ろに行ってしまうやり方ではなくてできれば、まあ、動く方もいると思うんですけどもあのちょっとねあの背伸びをしましょうっていうところを意識をしてもらってやってもらうということですね。なぜこれをやるかあの本来だと背,背中を反ってやっていただくっていう方法がいいのかもしれません。なんですが実は あのちょっと背中が硬い方これやりすぎると背中痛めちゃうんですね。ですので深呼吸をして背中を無理やり反ってやるっていうふうにしてしまうとですねもしかすると。 あのやりすぎると実はあとで背中痛くなっちゃったなんてこともあるので効果という意味ではですねあの背伸びをする形を取っていただくともちろん背中は反る形になりますけれどもあの上に伸びる力が大きくなってきますのでそちらの方が姿勢の修正をする時にですね無理なくできるっていうとこですかねまあいわゆる安全性を考えた上でのやり方という形になるので少なくともですね頭の位置があんまりこう。 上向いたり前向いたりということを繰り返さないで極力正面を見たまま上下するようなイメージですかね。まあこんな形でやっていただくというところでお願いをしたいなと思いますね。ですのでこんな形でちょっと深呼吸しましょうなんて機会の時にあ思い出したなということでちょっと背伸びをしながらやろうというふうにしてもらうといいかなと思います。では次ですね。では今度は筋肉の柔らかさをいきたいと思いますのでストレッチですね。で特に一番ですね腰痛の時に起きやすいのは背中です。 それと足の裏とかももの後ろに、ねえー、なるんですけどもまずは上半身の方からいきたいと思います、えー、おそらく腰痛の方の多くがですねどうしても背中上の方も含めてかくなっている状態なんか多くありますですからここをしっかりとストレッチをしていこうということになっていきますね 背中を伸ばすための方法としていろいろあるんですけども今日はですねしっかりとこう効果的に伸ばしたいということでちょっと一工夫をしていきますねまず腰に手を当ててもらっていいですかそうですねで、この状態からですね肘をぐっと反らしていきますそうですねで、今度元に戻してもらってで今度は肘を前に出してもらってでちょっとかかんでもらっていいですそうですこんな形ですねで、この繰り返しのイメージですかね ですので前の方はもちろんあのこちらの方前がなりますけれども、あの姿勢が悪くなっている方は結構ここ縮んじゃっている方も多いのでそこを少し伸ばすっていう意味では肘を後ろにしながら伸びていく形です。実はこれこういうやり方もあります。あの手を後ろにしてもらっていいえっとね手を広げた状態で後ろにする。この状態もあります。これやこのやり方。要は手があの腰につかない状態でそのまま後ろにするやり方もあるんですけども、このやり方ともう一回腰に手を当ててこの状態で肘を後ろにするやり方。 これちょっと違うんですよあのじゃあ楽にしてもらっていいですよこの状態でやるときは実はここしか伸びません極端なこと言うとでこれでやるとこの辺も伸びますこれやってみるとわかりますねですから皆さんもこうやってやった時っていうのはどっちかというとこの辺が外側が伸びていくる感じが強くなっていくるんですけども逆にそのねあのねあ腰に手を当てた状態で肘をグーッと持っていくと結構真ん中から広がっていくっていうんですかね ここういういいとができきやすすくなっていきますあの絶対じゃないんですけどもあの姿勢の状態によってはちょっと伸び方が変わってきますけども、えー、とこうするかこうするかこうするかによって伸ばし加減が変わってきたりするんで、まあ、効果的に伸ばすっていう意味ではですねこの状態でやっていただくということですねですのでまず肘をぐっと後ろに引いてもらって、まあ、痛みがない手前ですけどねでこれ伸びたかなと思ったら5つ12345と数えてもらったら1回ゆっくり元に戻しましょう。 いうことで,す、ね、でこれを続けて5回やっていただいても結構ですしもう一つ先ほどやったですねそのまま肘を前に出していく方ですねでそうすると今度この辺が伸びてきますからでここでまたストレッチかかりますんでねですのでこの状態にしてもらって同じく5秒間12345ってやって元に戻していただくとこんな感じですかね。 ですからちょうどまあ肘が前に行ったり後ろに行ったりしますので、まあ、これを往復していただいても結構ですし先ほどの後ろに引っ張るだけを5回やった後に「じゃあ前やりましょう」って言ってこの状態で同じく5秒間5回ぐらいという形でやってもらっても結構です。ですから区別してもらってもいいですしあの往復やりながらでも結構ですのでこれはどちらでもやってもらっても大丈夫かなということですね。ですから回数はだいたい5秒間5回ぐらいでやっていきたいところなんですけども。 まあ少なくともですね、えー、と腰にちゃんと手を当ててでちゃんと肘をですね後ろに引くということ、まあ、これが一つとあとは前にいく時だけはですね肘だけ前に持っていくだけだとなかなか伸び,伸びがですね悪いのでここともう一つは少しお辞儀をするそうするとこの辺がしっかり伸びてくる感じになると思いますね。ですのでこんなところでですね、えー、と後ろ側と前側とですねまずは上の方が特に伸ばしてますよという状態になっていきます。 ででは次ですね今度はですねどちらかというとですねあの背中のこの辺まあ、ちょっとこうお尻の上辺りですかねこの辺をちょっと伸ばしていくっていう方ですねをやってみたいと思います。で椅子の上なので実はこれ寝てやると両方いっぺん伸びるんですけどもあの椅子の上ですね片っぽずつになっていきます。 で今日はですね手前側右足の方でやってみたいと思いますねでは、えー、と右足のですねと膝の前ですねここに抱え込んでもらってそのままですね膝をずっと自分の方に持ってってくださいでそうすると今ですねちょうどこの辺ですかねちょうど腰の上辺りここがねあのこういう形で足が上に上がっていくことによってこの辺が伸びてくるイメージかなちょっと前でみましょうかねでも正面らちょっとイメージ分からなくなっちゃうんでこの辺からですね同じようにやってみて。 そうですね、あの今わかる通り少し腰が後ろに倒れてますのでその分、ここが少し伸ばされている状態になっています。ですのでこういった形で,ですね、膝を抱え込んだ状態で,です、ね、自分の方に引き寄せるそういうことをすることによってこの辺が伸びてきますよというこんな状態ですねでこれをさ、えー、と今、右側やりましたので同じく5秒間やったら今度は左足をやるで同じく5秒間やった後にですに、ね、また右足をやるという形で,です、ね、両方です、ね、5回、2いやっていただくと。 いいいいうことででいいかもしれないですねあの両方いっぺんに一銭、まあ、だとできませんので、えー、少なくとも片方ずつという形でもいいかなというところですね。で気をつけたいのが、えっと、実はあの今彼女ちょっと体が柔らかいんで結構膝が上に行きましたけどもなかなかここまで行く方はいません。ですのであの膝を持ち上げた時に息苦しくなるようであればその手前にしておいてください。これやりすぎると結構あの すったり入いたりするのが大変になってしまうのでここはちょっと気をつけたいところなのであの例えば先ほどと比べると膝前に出てますけどもこれぐらいでも十分ですからあの意識してもらいたいのはちゃんとこの辺が伸びてるかなというところです,、ね、ですのでこの辺りがちゃんと少しでも伸びてるかなと思ったらです、ね、そこで止まっていただいて大丈夫ですのでこの辺は少し加減をしていただきたいというところでしょうかねで次いきますね今度は背中全体特にですね先ほど上の方やりましたけれども ちょっとですね、えー、とおへそから上辺りからもうちょっと下ぐらいですかねこの辺りのストレッチをしていきたいと思いますで先ほどは腰に手を当てましたこの腕組みです腕組みをします腕組みですこんな状態ですねでこの状態からまずは肘をぐーっと下げていってでちょっとお辞儀をしますそうするとこの辺ぐらいまでストレッチがかかるんですねでここからさらにお辞儀をしていきますぎゅっとおじいけるところまでそうですね そうすると初めはこの辺だったんですけどもここからぐっとこの辺ぐらいまで伸ばされてる感じになると思うんですね一回戻ってもらっていいですで実は今この腕組みをしたのがポイントでこれ何にもしてない状態で手がバランとなってる状態でおじきしてみてでこの状態で伸びてる感じとじゃあ戻りますねで腕組みしてもらっていいですでこの状態で同じくお腹にしてもらって下に行くギュっと そうでね。ストレッチの感覚が変わってくるはずなんです。おそらく背中の伸びているところが変わってくるはずなんですね。なのでこちらの方が実は背中の筋肉を伸ばすときにですね効果的なんですね。ですので手の位置がポイントになるかなというところになりますね。ですので腕組みをしていただいて肘を落としてそのままぐーっと下に降りていってもらうと。同じようですね。でこの後止まった状態でやはり5秒間。1、2、3、4。 ゆっくり数えてもらってゆっくりと元に戻っていくという形でしょうかねはいありがとうございますこんな形でですね背中全体をしっかりと伸ばしていきましょうという形の内容ですかねでこれで結構背中の方と前の方が伸びてきますよという状態ですで上半身がちょっと残っているのがありましてですねこれ横側 こここののの辺辺がままだ残っってていいんでででですすすねねなのでここの辺を今度やってみたいと思いますではです、ね、体をひねるという形でちょっとやっていくんですけどもこのままひねる形もできますこのままですね例えば右側ひねりましたあるいは左側もちょっと後ろ向きますけどひねりましたというやり方もありますなんですができれば今日せっかくですねストレッチしっかりやりましょうということなので足,足をですね組みますあのできない方は無理しなくてもいいんですけどもあのできる方はですね足組みをしていただいてやると。 いう形になりますねでどういうふうにするかっていうと今かなり左足を右足の上に乗っけてもらいましたけれどもこの状態あ逆の方がいいかないいこっちですねこうだ右側からスタートの方がいいですねでこの状態からですねどうするかっていうとこのままの状態で左側にねじっていくで元に戻しますね今ちょっと足を先にやっちゃいましたけども今度反対左側乗っけてもらってこういう状態こんな感じですねで元に戻しますね でこれやってもらうと分かるんですけどもあの足組みをしてもらった状態で体をひねるのとあの何もしてない状態でやるのとですね実は体ののひねっててるるる時の伸ばされている感覚が全然変わるはずですなので効果的に考えると今みたいな足を組んでもらってねじる方が実は特にこの辺ですかねしっかりとねじることができますよという状態です。ですのであの 足をですね組まなくてもストレッチできるんですけどもできる方は今みたいに足を組んでもらってやるという形ですね。じゃもう一回やってみましょうか。で足組んでもらってでそのまま正面いきますね。こ状態ですねでここで、まあ、これ以上限界だと思うんでこれで5つ数えてゆっくりと元に戻ってもらって足を元に戻しますという感じでしょうかね。でまあ、反対も同じように 振り向いてもらって、しっかりねじった状態で5つ数えて、でゆっくりと戻ってもらって、で足を元に戻すこの連続ですね。これもまあ五往復ぐらいという形になっていきます。まあ、これもですね、ストレッチの効果高いんですけども、あの足が組めな組める方はそれやっていただいていいんですが、組めない方もいると思うんですね。その場合は気をつけたいのがですね、このちょっと正面見た方が早いと思うんで、あ、正面見ましょう。じゃ座ってもらっていいですかね。でもし足が組めない方はですね、例えばこちらから右に行くときに このお膝がですねなるべくこう動かないようにしておいていただくとあの特にですね、えー、と足を組むと今みたいにですねあのこういう状態になってる、こういう状態になってることできないんですけどもこれがやっぱりあの足を組まないと起きちゃうんですね例えば右行きましょうって言うとそうちょっと前出てもらっていいでこの状態でぐーっと行くとですね膝が動いちゃうんですよこうやってガーッと。で反対も こちら側に行くときにお膝がこうついてきちゃうこういうことが起きていきますでこれをしてしまうと下半身動いちゃうんで伸びなくなっちゃうんですねなのでもし足が組めない場合についてはですねお膝の始めの状態はそのままで体の上上だけですね上半身だけしっかりとねじってもらうとこれをちょっと注意していただければですね足が組めない場合についてはこういう形で応用していただくという形で、えー、うまくやっていただければなと思いますねはいありがとうございます。 では続いてですね、ストレッチからですね、ちょっと筋トレをしたいと思います。筋トレですね。 で背中の方の筋肉をちょっとこれから鍛えていきたいというところなんですけども、やはり腰痛がある方、あのお腹の筋肉もそうなんですけど、背中の筋肉がやっぱり起こって,てしまっている方多かったりするんで。で今日は2つご紹介をしたいと思います。えー、と基本的にはこの辺の筋肉を鍛えるということでやっていきたいと思います。でなんでそこをやるかっていうのはちょっと後ほど <laughs> 説明をしますね。ではまず1つ目、えー、どういうふうにするかっていうとまずですね、あのそこですね、あの頑張る姿勢っていうんですかね。この状態で肘を 下に行く状態。今動きだけ先にやります。そのままバンザイをして横に手を出してもらって、うん、グ,ーグーのまま。で元に戻します。動きはこれだけ。動きはこれだけです。なんですがここに条件がいくつかついていきます。まず一つ目なんですけど、ちょっと横向いちゃいますね。横向いてもらって、でまずはじめの姿勢なんですけど、肘と肩とこの肩骨の位置ですね。極力同じ位置。こんな状態ですね。要はこうなったりとか。 後ろに引きすぎちゃったりとかあと肘がこうなっちゃうとかねう状態ではなくて極力肩と肘と手首これがだい体い体の横と同じぐらいの状態にしておいていただくということですね。でそこからバンザイをこうしていくわけなんですけども元に戻すときにできればちょっと肘を後ろめにイメージするんですかねこんな形ですかね。これの繰り返しをするでそうするとちょっともう一回後ろ向いてもらっていいですかね。 ちゃんとここを閉めてるイメージでしょうかねですので今みたいにですね横に開いてもらって元に戻していくときにちゃんと肩甲骨と肩甲骨が近づくようなそういう形の動きをしていただくと一番ベストになりますねまあ、これやれる範囲で結構ですのでやっていただくという形になりますねでどうやって運動していくか1,2,3,4で拳が上がってで5,6,7,8で戻っ同じところに戻っていきます この繰り返しですねちょっとやってみましょうかいきますよ3はい12345678はいありがとうございますという形でやっていただくという形ですねでこれ、えー、どれぐらいやるかってことなんですけど実は10回3セットですなので、えー、本当は3セットだから30回ですかねやることになるんですけどもあのー、多分途中で非常に疲れます非常に疲れます ですので、初め初めてやる方はですね、おそらく十回やったら今日はそれぐらいでいいかなっていう感じで十分かもしれないですね。ですので、十回三セットなんですけども、えっ、ー、と慣れてきたら目標として三十回を目指すという形でやってもらえば結構です。ですので、まずは回数については絶対三十回やらなきゃいけないというわけではありませんので、だいたい十回ぐらいなんとか頑張ってほしいかなということですけども、このあたりはですね、えっ、ー、と力のかかり具合の目安としてですね、捉えてもらえばいいかなと思いますね。 では、次、今度はね、船漕ぎ運動をしながら、同じような形でここを鍛えていきます。で、まず、どんなふうな形でやるかというとですね、えっ、ー、と、腕が前に伸びていきます。で、その状態から、ちょっと原んこしたにしましょうか。まず、こんなイメージですね。で、そこから、ちょっと下見ます。そうですね。で、ちょっと背中丸めてもらっていいですか。そうですね。で、この状態から。肘を引いて、後ろにぐーっと引いてもらって、胸を張ってください。こんな感じですね。 まあ、あのまずそんなに動いてないのでまずこのイメージですねでここでやっぱり同じ条件がありますできれば肩と肘が同じ高さになることこれが一つですねそれと肘が肩よりも後ろに引ける状態、まあ、彼女ちょっと柔らかんでここまで言ってますけどここまで無理やりやらなくてもいいですけどねでこれを繰り返しますで前に行きますねでその時ちょっとお辞儀してそうですねで後ろに引きながら胸を張って肘の高さをしっかりと肩と同じくらいそうですそんな感じですよね じゃあ1回やってみましょうかね。じ行きますよ。3。はい、123。45。6。78こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。で今あの分かりやすく立ってやってますけども、これ座った状態でも同じことでやれますので、えー、座った状態でも同じような形でやっていただくという形になります。けれども、えー、っと今背中の筋肉をしっかりと使ってもらいました。 やっていただくと分かるんですけどこれも実は先ほどの10回をね3セット30回を目安にしたいんですけどもおそらくさっきの万歳運動みたいな形と同じようにですね10回やると結構厳しいです結構背中のこの辺りきますですので30回が目,安ですあの目標ですけどもあ10回ってちょっと疲れたかなっていう場合はもうその日はそれで結構という形で30回できることをちょっと目標にしましょうという形でやっていただけるといいかなと思いますね。 でではですね今この2つ筋トレをしたんですけどもなんでやったかっていう話をちょっとしますね。通常でであればお腹のの筋肉とか鍛えるんですよ腰痛の場合なんですけどもそれも分かりきってるんですねですのでそれを置いといてるんですけどもなぜここをやってるかっていうとまずです、ね、あの頭の位置頭の位置ですね通常はまっすぐ立ってる状態で正面を見てますでも今ここの背中の筋肉ですねちょっと後ろ向いてもらっていいさっき鍛えたのはここなんですねここの部分。 この部分を集中的に鍛えたんですけども、ここの部分が力が衰えてくるとどういう姿勢になるか、ちょっと横向きましょう。じゃですね。ちょっと顎を下げてもらって楽にした状態。まずこれがまず姿勢ですね。今、ここの筋肉の力を抜いたんですよ。そうするとこんな形になっちゃうんですね。もちろん、あのえっ、ー、と首のところだけで開けてですね。力を使うと顎が上がるだけで、要はあの肩から上の部分ですかね。ここがちゃんとまっすぐ前を向くためには。 先ほど、ね、一緒に頑張ってもらったこの筋肉がちゃんとしていればこういう形で正面を向くことができます背中の上の方が力が衰えてくると実は頭が下がりやすくなってくるんですね。ですので知らない間に実は頭が下がってる状態っていうのがですね出てきてしまってそうすると今見ていただいた通おり姿勢悪くなりますよね。でちょっと上の方が丸くなってるかなっていうイメージがあるんですけども実はこの状態を放っておくと。 次に来るのが頭の重さ前かかかっっててまますすらこうなっていきますどんどんこう前の方に行ってしまうと今度丸まってる方が下の方に下の方にこう降りてきちゃうんですねそうすると知らない間にえ背骨全体がちょっと丸くなってしまうというような状態でちょっとあの背中そのままで顎を上げてあの俗に言うちょっと背中が曲がって顎が上がってっていうこうねある意味ですねえと姿勢が悪い方の特徴的な姿勢にこうなっちゃう。 そういうことが出てきますので実はここの筋肉って非常に重要なんですがなかなかちょっとこう鍛えるのが難しいところなんですねですのでちょっとなんとなく先ほど立った状態でねあの周りにこう目立たないようにしましょうなんていう話を先にしましたけれどもここの筋肉をつけるためにはですね船こぎ運動だとか万歳運動だとかそういったことをちょっと特徴的なものをしないとなかなか鍛えることができないので。 今日ご紹介をしてますけれどもそんなことをしていただくとここの筋肉しっかりついていきますのでいわゆるです、ね、頭がこう前に落ちるような下がるようなこういったです、ね、姿勢になりにくい状態ができてきますのでぜひです、ね、継続していただきたいということになっていきますで先ほどです、ね、慣れていない時は10回1セットぐらいでもいいですよって話をしたんですけどもあの大体です、ね、それをでも5回ぐらいでもう疲れちゃったわできないわっていう方は明らかに多分筋力落ちてると思います。 10回ぐらいはやった後にまだ頑張れるかなっていうぐらいがちょうどいいと思うんですね。ねですので、えー、その半分ぐらい10回でもまだ半分ぐらいでもちょっとあの背中が疲れてしまったとっいうことがですね非常に感じられる方はおそらくここら辺の筋肉が落ちてるはずですのでさすがにちょっと姿勢まずくなってきたかなっていうのはちょっと気づいていただいてちょっと頑張ってみようかなと思っていただければいいかなと思いますねはいでは次いきますね。で実は筋トレででこれだけなんですよ あのー、なぜかというと他の筋肉も鍛えるとこいっぱいあるんですけどもあのお腹の筋肉とかそういうところっていうのは起き上がったりとかしたりするときにある程度鍛えられるんですね日常生活の中で。で,あの維持できますですけども今お話をしたここの筋肉だけはここの筋肉だけはちょっと特徴的な体操をしないとどうしても使いにくい部分なので知らないでに落ちてきてしまうということもあって今日はちょっとご紹介をしていると,いうところでしょうかね。 ででは次です、ねえー、と、今日腰痛予防の話をする時です、ねあのえー、ときにすでに腰がちょっと痛くてすでにもう硬くなっちゃってるという方もいらっしゃるんですねあとはあの座骨神経痛なんかちょっとあったりすると実はこの足の後ろ側この辺に症状が出てくるのでもうカチカチになってますよという方も結構いらっしゃったりします。 ですので、えーまあ、あの基本的にはですねあのかかりつけの先生とかでこういったストレッチやっていいですかって話を聞いてからにしてもらいたいんですけどもそこの部分もともとちょっと痛いですよ痺れてますよなんていうところをですし、ね、び、えー、れ感を取るというわけではなくて、えー、と痛いために硬くなってしまって余計に痛くなってるっていうことをですね少しでも改善しようということでの話ですね。 先ほどのですね、えー、と膝を抱えて後ろに引っ張ったっていうストレッチやったと思うんですけどもそれをですね少し応用した形になります。で先ほどはですねお膝の前から抱えた状態になったんですけども今度は膝の後ろから支える形になります。ですから足は楽にしてもらってこういう状態ですねですからさっきこっちでしたけども膝の内側から後ろ側から支える形ちょっと横見ちゃおうかこちら側を前向いてもらってこういう状態ですね。 でさっきのストレッチは前でしたけども今度は後ろ側ですねこういう状態ですねここから自分の方に引き寄せる形でそうするとさっきはこっちの、ね、上の話をしたんですけどどっちかっていうとあの足の付けに近い方ですかねこちらの方のストレッチがどちらかというと強くなりやすいストレッチというかね、まあ、そういうパターンになりますですので特にですねあのお尻がちょっとしびれて痛いとかそういう時に硬くなっている時なんかの場合についてはこういう形でやってもらうという形でしょうかね で先ほど五5秒間でなんて話をしましたけどもこのパターンについてはそもそも硬い部分に対してしっかりと伸ばしましょうという話になるのであの引っ張り上げた後この状態ですねここからずっと引っ張ってまあ,あのここまで引っ張らないいですけどねあの呼吸が止まらない程度楽に呼吸ができる程度でですね引いていただきたいんですけどもあ少し伸びたなと思ったら秒秒間じゃなくて30秒です30秒ですから別に絶対30秒ってわけじゃないんですけども121。1 2 三という形でゆっくりカウントしてもらって、30秒ぐらいしっかり伸ばしてもらって、ゆっくりと元に戻すという形でやってみてください。で、これ1回だけです。あの複数回ですよありません。ですので、30秒しっかり伸ばした後元に戻して、右足をやったら今度は左足という形でやっていただくという形ですね。で、ここでまずはえっと特にですね、足の付け根からお尻にかに掛けてのストレッチをしっかりやっていきましょうという形になります。 でこれが1つ目のご紹介で2つ目は、ですね今度は太ももの後ろですねこちらの方をしっかりやっていきたいと思います。ちょっとお尻前出してもらってでですねでかかとをつけてつま先は下向けちゃいましょうかね。そうですねでこの状態でなるべく出してる方の足の力を抜いていただいて体を前にゆっくり倒していきます。で気をつけていただきたいのはあ,のあまり前に座りすぎちゃうとこれ後ろひっくり返っちゃいますんでなのでここはちょっと気をつけていただきたいということですね。 でできればえっ、ー、とダッシュの足の力なるべく抜いといた方がいいのでここは気をつけてくださいね。でつま先の向きを下に向けているのはあのつま先の上あの向き上向けちゃうとふくらはぎの方が伸びやすくなってしまうんでつま先を下に向けるという状態です。床につける必要はありません。えー、少なくともですねつま先が少し前の方に向いていれば大丈夫ですのででこの状態でしっかりとあの太ももの後ろの方が伸びやすくなりますね。でこれも同じく30秒ですね。で1 二三という形でゆっくりと緩調してもらって三十数えたら体だけ元に戻していっていただくという形ですね。で足を戻していただいた今度は左足とで同じようにつま先を床方向に向けてもらって力を抜いて体をゆっくりと前に倒すという形ですね。で同じように左側もゆっくりと一二三という形でカウントしてもらってだいたい三十秒くらいでゆっくりと元に戻っていくと。 こんな形になりますかね？で、そうすると右足と左足の太ももの後ろをしっかり伸ばしました。という状態になっていきます。で、ちなみにあのもしですね。太ももだけでなくて、ふくらはぎの方にもですねえ。やはりしれとか、そういったもので、ちょっと硬い状態ですかねがあるようであれば、先ほどつま先下にしました。けれども、つま先上に向けたっていただければ結構ですから。 あのつま先が下向くと太ももが伸びやすくなってつま先が上に向くとふくらはぎが伸びやすくなりますので、まあえー、とふくらはぎの方をやりたいなという場合はつま先を上に向けて体を前に倒すという形で同じく30分やっていただければいいかなと思いますのでねですので、えー、お体の硬さの状況に応じてふくらはぎの方をやる太ももの方をやるという形で、えー、うまくですね使い分けて頂い,いてもいいかなと思いますよろしくお願いします。はいいじゃあ立って,いただいていいですかね はい、で以上がです、ね、ストレッチと筋力強化ということでご紹介をさせていただきましたけれどもあの、まあ、ストレッチの方最後の方の2つについてはです、ね、ある意味でストレッチ効果は非常に高いんですけれども。 えっとお話をした通り、もともとちょっと痺れありますよとか痛みがありますよっていうところでですね、え筋肉硬いですということでやっていただくストレッチですので、えできればですねかかりつけの先生に聞いていただいて、えちょっと硬くなってんだけどこういう体操していいですかっていうのを伺った後にやっていただけるといいかなと思いますね。その前までのやつですね。そこについてはもともとですね、まあ腰痛予防のためのまあストレッチですので、まあ痛みとしてもですね、まあちょっと痛いかなっていうぐらい。ねあんまり激痛の時は本当にやらやらない方がいいですので、まあこの辺りの加減 伸ばしていただきながらですねストレッチをしていただいてあとは筋トレですねま他の筋トレもありますけれども今日ご紹介をしたのは特に知らない間に落ちやすい筋肉の部分のお話をさせてもらったのでぜひ、えー、トレーニングの方ですねご興味があれば頑張っていただければと思っておりますよろしくお願いします